皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のレスレディはついに新キャラクター情報来たぞということで、苦悩せし規律ブラッドレジェンドフェス開催、そしてこちらがイベントブラッドの実地調査開催ということで、ダンジョンって書いてありますね。いつも通りブラッドの追加情報を X で見させていただきながら解説していこうと思いますが、突属性応援期間最後のキャラクターですよね。氷のブラッド括弧突っていうことで、おい氷じゃないんかいと思ったけど、まあ突属性応援期間つってなってたから、まあそこはそこで OK っていうところでやっていこうと思いますが、最初に言っておきます、ブラッドもかなり強いとか、かなり必要なキャラクターですし、なんだったらメモリアは絶対確保しないといけないっていう性能をしてますので、マジで両方本当は引きたいよねっていうことを最初に言っておこうと思います。それでは性能を見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いつも通りまずはお知らせのピックアップ性能を見てから、 X の追加情報を見ていきたいと思います。ピックアップキャラブラッド、突属性のサポーターです。スキル2で敵の受ける突属性ダメージを、バーストスキルで敵の受ける物理攻撃ダメージをアップして、得意属性が突属性の味方の攻撃が補助できるサポーターという風に書いてあります。突属性特化のサポート能力であるっていうのを念頭に置きながら性能を見ていきましょう。ブラッドのキャラクターインフォとなっています。パッショネイトブラッド。情熱的なブラッドっていう意味合いでいいのかな?君の働き、この目で見定めさせてもらおう。それが私の役目だからな、ということで、ブラッドさん、かっこいいよね。ネタバレになるから詳しくは言わないんですけれども、イベントのサイドストーリー、ブラッドを読んで、結構好きになった方、多いんじゃないかなと思います。私もそのうちの一人でした。性能を見ていこうと思います。これが、ブラッドのスキル1、スキル2、そしてバーストスキルとなっています。一つ一つ見ていきましょう。まずはスキル1から。エクラテ。ダメージ 86%、ブレイク 8%、ウェイト 100。攻撃後、このスキル使用前に、物攻が最も高い味方1人に物攻プラス 10% を付与する。というような能力になっています。まあ、この能力なんですけれども、ダメージというところを除けば、基本的にアンペルと全く同じ性能をしていると言っても良いです。アンペル自身も、スキル前に物攻が最も高い味方1人に物攻ダメージプラス 10% 上限 30% というものを持っていますので、基本的にはアンペルと同じ運用すればいいと思います。ただブラッドの場合もなんですけれども、基本的には口述するスキル2をバン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 巻いていくっていうような戦い方になると思いますので、どうしてもスキル2を巻く前に物攻ダメージを上げたいんだっていう場合にはスキル1を打っていく、または速度調整というところの運用になるかと思います。まだ現状だと、ブラッドの素早さも公開されてはいませんので、実装された時に実際にどのように運用できるかということを改めて考えていこうと思います。スキル2、ジュジェオンブ。突属性の全体です。受ける特属性ダメージアップがレベル後 75% とウェイトが200というふうになっています。これ 75% ってかなり高い性能してるよね。うわ、ビビるわ、これマジで。ダメージ値が書いていない、ブレイク値も書いていないというところになりますので、非接触型のスキル。つまり相手を攻撃しないというスキルですね。やっぱりこれを持ってるのがね、大事ですよね。敵全体にダメージマイナス 10% を1回行動終了するまで付与。対象に受ける突属性ダメージアップを2回攻撃を受けるまで付与する。というような効果になっており、上限4個までという風になっています。まあ、これ見たらわかるんですけれど、ほぼほぼ温泉クラウディアと同じ性能をしてますよね。唯一違うなっていうところは、温泉クラウディアはダメージマイナス 9% というような表記になっていまして、ブラッドの方がマイナス 1% 上だよっていう風になっているところ、そして受ける魔法ダメージというところがブラッドの場合だと突属性ダメージに変わっているというところになります。物理魔法耐性ダウン強化っていうところをよく温泉クラウディアにつける方多かったと思うんですが、こちら見てほしいんですけど、
対象が与える物理非ダメージアップ、そして魔法非ダメージアップの効果量 40% アップっていう効果が入っているんですよ。これってあくまで魔法と物理じゃないですか。突属性っていうこの限定されたプラットの効果が乗るかどうかというところがかなり焦点になってくるかなと思います。個人的には乗らなさそうな気がするんですけれども、実装したタイミングで乗るかどうか、まあ乗らなかったとしてもめちゃくちゃデバフ量高いっすけどね。物理版の温泉クラウディアっていう感じの言い方で良いと思います。そしてバーストルメトルパンセ、こちらは単体になっています。レベル5でダメージ 525% のブレイク 93% ウェイトが200、攻撃後対象に受ける物理攻撃ダメージプラス 50% を2回攻撃を受けるまで付与する。味方全員に評価系パネルから受ける効果量プラス 50% を付与という風なものになっています。温泉クラウディアのバーストが強化系パネルから受ける効果量プラス 100% だけだったんですけれども、その効果が半分になった代わりに受ける物理攻撃ダメージプラス 50% 2回がついたっていう考え方をして良いと思います。ちなみにその効果を持っているのはアンペル、そして多属性ライザが同じく非物攻ダメージアップというものを持っています。回数が一番多いのはライザ、少ないのはアンペルなんですけれども、ブラッドはその中間の2回を持っているという風になっています。まあ、バーストも結構強力ではあるというところになるんですが、そうだな、多分できる限りはスキル2をバン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 ばらまいてって、状況に応じてバーストを打ってからの味方のメインアタッカーの攻撃っていう風になると思うんですけれども、突属性等とかがね、まだマクダいてもまだクリアできないよっていう方とかはもうブラッド行ったら絶対クリアできると思うし、ロマン大舞踏大会についてもやっぱブラッドがいることによってかなり突属性は火力出せそうですよね。続いてアビリティ見ていきましょう。錬金尺の計略、味方全員の与えるマイナス効果量プラス 15% っていうことになっていますので、アビリティもかなりデバファー向きの性能をしてるんですよね。うん、やっぱり強いなっていうふうに思います。もうブラッドと交術するメモリア、また装備合わせたらデバフ量相当すごいことになるよこれ。そしてブラッド式突撃戦術、氷のブラッドならぬ突撃のブラッドですよ。得意属性が突属性の味方全員のスキルダメージブレイクダメージがプラス 40% というふうになっています。全員にかかる効果ですね。うん、まあ使いやすいですよねこういうのもね。まあ、どちらかというとね、物攻プラスとかが持っているアドバンスオールとかの方が個人的にはいいかなとは思うんですけれども、まあこれもこれで悪くないなっていうのアビリティはしていると思います。タグはランターナ、整理と探求、真面目という風になっています。リーダースキル、弱点を見抜く軽眼、ランターナは攻撃後対象に受ける突属性ダメージプラス 20% 1回攻撃を受けるまで付与となっています。このリーダースキルを使うっていう風になると、ブラッドをリーダーにしてマクダとあとデバファーっていう感じの編成になるのかなっていう風に思います。そしてメインアタッカーっていう感じだよね。これで組むのがいいのか、トツフロッケのステータスモリモリリーダースキルと一緒に使うべきなのか、ちょっとどっちがいいかな、どっちも強そうだなっていう感じがするので、実装したら試してみたいですね。現段階でブラッドパーティーをどう組むかっていうのをちょっと考えてみようと思います。まあ、ディオーナ・ミーケは確実にいるなっていうところと、アンペルもいるなっていう感じだと思います。フロッケに関してはリーダースキルをいるかいらないかっていうところと、まあ、ディフェンダーが火力枠でいるかいらないかっていうところになるかなと思います。またフロッケを抜いてこれにブラッドインっていうのもありだと思うんですが、マクダを入れた時にマクダが接触ダメージ攻撃を持ってるので、どっちかっていうとブラッドのデバフを削いじゃうっていうところにもつながるので、マクダを使うかどうかっていうところ、またトツエスカですよね。バースト入れるんだったらトツエスカだし、入れないんだったらトツエスカ抜くし、
こういうザスキア師匠をいてクリティカルダメージガンガン伸ばしていくっていう戦術もありだと思うんだよね。ちょっとこれはブラッド入れてみてどのパーティーがいいかっていうのは今後また考えてみたいと思います。そしてこちら SSR メモリア公正な眼差し、これがマジで強いんだよね。自身がサポーターの時与えるマイナス効果量がプラス 5% というふうなものになっています。これが強いよね本当にね。マイナス効果量プラス 5% っていうことなので、おそらくだけど貫突した場合って 45% の効果量まで上がると思うんですよね。これはマジで手に入れておきたいよね。必ず1枚は持っておいて貫突まで育てて、デバフのメモリアとしてがっつり運用していくっていうのがかなりいいと思います。まあ、ブラッドに限りなんですが、スキル2が特性で伸ばせないっていう話をしたと思うんです。だったら目指すべきものとかを入れてクリティカルダメージをアップさせるっていう方でもいいかもしれません。デバフを増やすか火力を伸ばすか、どっちもありだよね。ただこのメモリアは個人的には狙いたいと思ってます。最後に装備を見てみましょう。イベントの新装備ノブレスランス、こちらは武器、得意属性が突属性の時、攻撃後対象に受ける物理攻撃ダメージプラス 6% を2回攻撃を受けるまで付与となっています。まあ、攻撃後にダメアップが乗るよっていう形になっていまして、これは突属性の時の突属性ダメージじゃなくて物攻というところになっているというのが注意が必要かなと思います。まあ、ちょっと広いよねってことですよね。そして防具エミナンスコート、得意属性が突属性かつサポーターの時与えるマイナス効果量がプラス 15%、 もう完全にねブラッド専用の装備っていう感じですよね。ブラッドに物理魔法耐性ダウン強化がいらないっていうことになれば、バフ A のみでいいので調合は楽になると思います。ダウン強化が必要な場合は調合大変そうだよね。ということで新キャラクターのブラッドについての情報を見てみました。いかがでしたでしょうか。これはねマジでいいキャラクター、いいメモリアだと思ってますので、みんなで狙いましょう。個人的には突属性応援期間がついに終了したというところになるので、次回以降はまた既存キャラクターの新衣装が来るっていうようなパターンになると思うし、もしかしたらさらにまた新衣装でまた新キャラクターっていうこともあったりするのかな。まあ一番基本線は極夜の人たちじゃないかなとも思ってます。ご視聴いただきありがとうございました。次回以降もねまたよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。